2016年4月16日、熊本地震で阿蘇大橋が崩落しました。地震発生から1年後、2017年6月の絵です。国道325号線は福岡県久留米市から熊本阿蘇大橋を通り、宮崎県高千穂町に至る一般道です。国道57号は大分県大分市から熊本県島原湾、長崎県島原半島を経由して長崎市になる一般国道です。阿蘇大橋手前の案内図です。阿蘇大橋とレストランバラの木が書いてあります。レストランバラの木も写真の通り記載しています。営業再開はあるのでしょうか。ここからは2021年57号線側から撮ったものです。阿蘇大橋は橋脚を残して縦の峡谷へ脱橋しました。今も残る橋桁の一部は偶然にも縦の峡谷中腹の岩盤に安定する形で引っかかったものです。この大崩れは険しい自然とそれに対する人々の挑戦の歴史を後世に語りつなぐ道しるべとして、この地に古くから伝わる名前からすがる崩れと命名されました。その後最先端の無人化施工技術を用いた懸命の工事を経て、およそ4年半の歳月をかけて斜面、国道、鉄道の復旧が完了。2021年3月7日、熊本市内と阿蘇を結ぶ新阿蘇大橋が開通しました。国道57号線から見た新阿蘇大橋です。国道325号線から見た新阿蘇大橋です。新阿蘇大橋展望所よ見ゆる。よ見うるとは熊本弁でよく見えるなという意味です。以前57号線は2車線で渋滞がひどく、飛行機の時間に合わせにくいので57号は使わず俵山ルートを使っていました。これからは新阿蘇大橋と57号線を利用したいと思います。